こんにちは、キーです。今回は発売されたばかりのキヤノン単焦点レンズ RF24mmF1.8 マクロ IS-STM をレビューします。自身がよく使用しています RF35mmF1.8 マクロと非常に似ていますが、重さは 35g 減で約 270g と非常に軽いです。では早速 R5 または R5C に装着していろいろと検証してみたいと思います。はい、早速箱から取り出してみました。前玉を開けてみますと、はい、このような感じになっていますね。そしてサイドはこのような感じになっていまして、オートフォーカスとマニュアル、そしてスタビライザーのオンオフがあります。後ろ玉は、はい、このような感じになっていますね。結構大きな感じですね。はい、はい、そして冬多孔径は今回 52mm ですね。健康の今回はプロ 1D っていうのをつけたいと思います。はい、では適合する純正のフードですね、 EW65mm ですけども、これを装着したいと思います。はい、このような感じですね。はい、同じ明るさの RF35mmF1.8 マクロと見比べてみますと、前玉の口径もほぼ同じような感じですね。 35mm の方はこちら純正フードはちょっと変わったデザインをしていますが、 24mm のこちらは EW65mm と一般の広角レンズにありがちな形状となっています。はい、ちなみに後ろ玉はこのような感じですね。もうほぼ同じような形状をしていますけども、随分似てる感じがします。アップにしてみますとこのような感じですね。はい、今回はこちら R5 に装着していろいろと検証していきたいと思います。はい、今回のレンズはハーフマクラということで、最短撮影距離がどれぐらいなのか、レンズ前からの距離を見てみたいと思います。ここでも合いますね。もうフードにほとんど近い状態まで来ていますけど、ここはこの辺が限界ですね。あ、ここピンと合いますね。まあでも随分寄れることが分かっていただけると思います。フードの先端から2センチぐらいでしょうかね。そのような感じです。では次に解像度テストチャートの結果はこちらになります。カメラ本体は R5 を使用していまして、見方は C の縦列が絞り値、 D と E が画面中央の解像度で、 D は保護フィルターなし、 E は Pro1D を入れています。G と H は周辺のそれぞれフィルターなしとありです。まず D を見ていただけますと、画面中央は開放から F8 まで安定した数値を保っていて素晴らしいです。F11 から F16、22と下がっていきますが、F22 を省けばどの絞りもフィルター有無に関わらず4000超えしていますので良好です。それに対して周辺は F5.6、8、11あたりがピークに近いです。ちなみにフィルターの有無による数値の高さはご覧の通りで、緑が高いです。面白いのは四隅になると保護フィルターありが全体的に解像度が高い結果になっています。そのような結果で F22 の使用を避けた方が良さそうですが、実際のテストチャートで開放と最小では等倍表示で違いがはっきりと分かります。はい、ここからはレンズを受け取った直後に R5 に装着してスナップ撮りしました写真をご覧ください。主に絞りは開放 1.8 と画面の隅々まで綺麗な F5.6 をセレクトしています。このあたり懐かしいハッセルを撮っているのは開放ですが、F5.6 との違いはご覧の通りです。タイトルにスマホ感覚で撮れる画角と記載しましたが、センサーサイズが違いますから、F5.6 で撮影した方の深度がそれに近い雰囲気で撮ります。このイクラドンとか開放ですと本当に一部分しかフォーカスが合致しないですが、F5.6 まで絞るとご覧の雰囲気です。あとは待ちぶらしながら何気に撮った写真ばかりですが、ボケも素直な感じで良いと思います。この花の写真とかほぼ最短撮影距離ですが、とことん寄れるので親しみやすい画角と相まって色々と違和感なく撮れる印象です。ではもう少しありますので最後までご覧ください。
はい、今回の単焦点 24mm ファーストレビューはいかがだったでしょうか。スチール撮影するにあたっては本当に扱いやすく、ムービーと同様16対9で絞り 5.6 あたりで撮影すると、こちら iPhone とほぼ同じ感覚で撮れる感じでした。抜け感も良くて開放から解像度も高いので、まだ本格的にテストしていない 8K 動画でも収録してみて後日公開できればと思います。そのようなことで今回は一旦終わりです。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。